皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回は急性冠症候群かなと思ったらの10回目、全科講師の MI の特徴というお話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方は204ページあたりをご覧ください。この心電図見るとどうでしょうかね。この心電図、V1 から V3 で ST 部分上昇していますよね。そして異常急波も見られています。ですからこれかなり典型的なですね、前科講師の心筋梗塞というふうに考えることができまして、前科講師というのは心臓の前の方に、血液を供給している枝ですけれども、そうすると、前壁あるいは中隔の心筋梗塞を考えますということです。そうすると、じゃあこれはですね、進化点に行きましょうということで、進化点をすると、ちょっとね、見方としては少し難しいかもしれませんが、予想通り前科講師の心筋梗塞でしたというふうに考えることができます。ですからここは覚えておきましょう。 V1 から V4 で ST 部分に異常があった場合、 R 波が低い場合、あるいは異常急波があった場合、異常所見が、見られた場合には前科講師の心筋梗塞の可能性がありますよということですね。でこれはですね、左心室の心筋梗塞ってことになりますよね。左心室というのは筋肉が分厚くて全身にガッと血液を送っているところですので、左心室で心筋梗塞を起こせば当然左室低心拍出量症候群、心臓から十分に血液を送ることができないという状況になってしまいます。ですのでカテコラミンを使ったり IABP を使ったりということになりますよと。でこの前壁心室中隔の心筋梗塞の場合に、左心室が十分にこう動かないわけですから、左室低心拍出量症候群というものは分かると思うんですね。でもう一つ重要な合併症があるんですが、これ何でしょうかね。これはですね、心室中隔穿孔なんですね。この患者さん、エコーだけ見てもちょっと何のこっちゃよくわからないかもしれませんが、この患者さんは心前部に近いところの心室のところに穴が開いてしまって、前壁の心筋梗塞に引き続き心室中隔穿孔を起こしてしまっているというようなですね、症例です。そうすると見つけた方がいいですよね。心臓の壁に穴が開いてるわけですから、だいぶまずい状態なわけです。ですので V1 から V4 で ST が上昇している場合には前壁の心筋梗塞だなというふうに考える。そうすると血圧が下がる可能性は十分にあるな、場合によっては心室中隔に穴が開いているかもしれないなということを考える。そうするとよくわからなくてもいいので心音を聞いてください。心音を聞いてもらうとですね、穴が開いていますから、絶対に音が聞こえるわけではないんです。穴の大きさが大きければ大きいほど音って聞きにくくなる場合もあるんですが、とりあえず聞いてみると、でとりあえず聞いてみると明らかにですね、キシュ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 こう聞こえてきますので、これまともじゃないよねってことは分かると思うんですね。ですから、先生、V1 から V4 で ST が上昇していて血圧が70くらいしかありませんと、よく分からないんですけども、心臓の音を聞いてみたらば、すごいガシガシ言ってますよっていう場合には、電話の向こうで聞いている方は分かります。 V1 から V4 で ST が上昇しているってことは前科講師だよね。前科講師だったら血圧が下がるというのは矛盾しないよね。変な音が聞こえる、穴開いてるかもというふうに思いますので、じゃあエコーを当ててみましょうと。エコーを当てればね、大体分かりますので、心音だけで気づく必要はありません。エコーを当ててみようかなというふうに思えるような、そういう、報告プレゼンができればそれで十分ということになってきます。というわけで本日の出直し語録です。前壁梗塞、前科講師、心音聞いて心室中隔穿孔を見つけようということですね。ではですね、次回は回旋し MI の特徴というお話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。